それでは杉落としについてご説明いたします。まずこの手を杉落とすわけですけれども、こちらに来るとかがむだけで崩れません。後ろに持っていっても足を引いて崩れません。ですので止まっている場合はこのくるぶしの横です。はい、次に、大きく、2種類の杉落としをご紹介いたします。この手を下に下げる下手です。今のように、くるぶしの下に、もう一つは、この肘に当てます。この当てるときに下に押すのではなく、指先を下に落とします。